やばい。めっちゃうまい。よし、準備できたんで行きます。風が陸から沖に向かって吹いてるので、昨日と同じ感じでやろうか。真ん中ら辺から始めて、あの V の手前まで流されたら、その後また真ん中ら辺まで戻るっていう魚探。ラッキー、水深2メートル泳いなし。ある程度以上の大きさの魚がいるとピーってなる。小魚程度ではならないっていう大物狙いなの。勢いを弱めるためにパラシュートアンカーの代わりのバケツを引き込みます。風がこう吹いてくるから、あの辺からスタート。高隊長ミニアジさん、水深10メートル、素晴らしい。ドラグ調整してる間にまたバレた。え？なんなんすかマジで。今日は集中に合わせる。ちゃんと合わせる。そう今の。いや、まあ、ヒントは今日いっぱいだから。ちゃんと合わせないと。写真撮れなかったけど、エソが釣れた。これどうしよう。かまぼこにしよっか。かまぼこじゃねえや。餃子にするか。締めて。前やったらうまかったから。今日の1号はエソさん。エソはうまい。あ、やべ、ギリギリ。そろそろ一回戻らない。移動しようとしたらこの魚探に移るのやめてほしいんだけど。一旦また移動するからやろうかな。いやでもあっちの日寄りの方に根がある。この人はもう、この方に魚影。今日はイワシの大群来ないかな。釣れない時間帯っぽいんで、そのエアノットしてるリール交換。ちなみにこれアジ釣れた時にテンパってどっぷり海水に浸かっちゃったんだけど、大丈夫かな。大丈夫そうだ。 PE1.5 に、これリーダーは細いのか。12ポンド。なんとジグパラのジグサビ。ライブサバ。もしかしたら8時9時ぐらいかもしれない。魚が入ってくるのか。その時間の方が潮が動くから。ただ遅い時間になると今日もまた風が入ってきちゃうから無理になっちゃう。あれ魚の群れっぽいよ。あ、ベイトの正体出た。小サバやん。小サバちゃんこのまま餌にするか。あ、そうしよう。これにかかる可能性もあるからな。小サバの群れ。おっ、ちょっとある、ちょっとサイズある。これ持って帰るか。やばいやばい。真下サバ天国。追われてる、もしかして。大物もいる。サバのジグでサバが釣れたの、やばい。鳥山いるぞ、鳥山。小サバちゃん、小サバちゃんもいただきましょう。
よ、来た。なんだなんだ。でかっ、やっばやばいやばいやばい、やった、なにこれ、スズキじゃん、これやった、すぐだ、取れた、引きやべえよ、マジで。ベイトの大群が、これどうすよ、どうしよう、ちょっと沈める、やばいやばい、ああまた来た、おおでっけでっけ、おおちょっと状況が理解できてないんだけど、これはやばいっすね
感動しまくってる。ならざらに ちょっとまだ状況がよくわからない。あ、若干空気抜けてる気がする。これシューッつってる。いやー、よかった。最高、すぎる。続き、はい、よかったです。袋ないもんな、こんな入る。もうそのまま入れちゃう。洗い完了。でかすぎる。ちょっともう何もやる気がしない。満足すぎて。小さい方を刺身にする。おお。やばい。アジの塩焼きとね、鈴木さん、すごいかこれ、ね、
鈴木っていうか、まあ、これね、ふっこ多分50センチぐらいの一撃で両断できなかった。いただきます。弾力すごくない？うん、あ、美味しい。これ多分2番目に大きいやつかな、片栗粉さ。全然無理だね。超うまそう。鈴木の高級料理じゃんこれ。あ、うんま。うん、一匹分ね。で、ね。いい感じ。もっちりしてるね。来た。来た来た。素でいただきます。ふわふわだ。